エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延び1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はいいやってまいりまりしたノージル太郎さんでございますね えー、読み上げたいと思いますお世話になりますノージュル太郎の勝手な思い込みですけれど吉田さんは仕組み化して広告ステップメールで大半の作業を自動化すれば普通に年に送る程度を稼ぐことができるはずだと思っていますそれを税金の問題とかドリア稼いや あ僕らみたいな吉谷会のお手本を見せる意味であえて収入などを抑え気味にしてるような気がしてならないです鹿児島の今の生活レベルをしっかり守れば金は大して使わないのでたまりまくる一方半自動で億を稼いでフリーだパチンコだ映画だ旅ざみだと動画を毎日アップぐらいはやるけどみたいなことを多分やれば全然できるでしょうけど大半はドリア活性や吉谷会の人 は結局吉田さんもフリー信者で仕組み化してしまうのか変わってしまったなと、えー、ぼ撲滅されてしまうのがそらく分かっている部分もあるのかなと思っていますホリエモンも同様過去にフリーをボ,ボケと思考停止の一直線だと徹底批判して,しましていましたし R の部屋でも思考を溶かす甘い蜜みたいな感じでいわゆるフリー的なものを批判、えー 批判特集していた記憶がありますしかし期間限定でもいいのでメルマガヤをステップメール化したりマサさんみたいにどんどん広告を出しまくったらどうなるのか見てみたいと思っています、えー、それもまた動画の連になるでしょうしこの辺についてどう思ってるのかお聞きしたいですよろしくお願いしますこれはね一応考えてるっちゃ考えてますよ僕ももさすがにう相当やって あのー、も,うもうね一般公開が3万本になるわけですよ今2万8,000本ですけど多分来年ぐらいには3万本になってくるんじゃないかなと思うんで3万本ぐらいになったらもうちょっと広告回して自動でこう売っていくっていうのも入れていこうかなっていうのはちょっと考えてますうん あのもちろんその背中を見せるっていうところでねやってる部分もあるんですけどやっぱり、まあ、自分のためにやってる部分もあるのでやっぱね最終的には要は僕はもともと10年以上ゴーストライターやっててその動画でこう喋るっていうことをやってなかったんですよねでこの喋るっていうスキルを手に入れたかった喋るっていうねでそれを,それをあの、うん、やるために、まあ、やらないといけない環境っていうのを作ってって、えー、なんだ 無料集客 YouTube 一本張り YouTube 一本張りの集客喋る動画を撮るっていうことにもやりまくってもうだいぶ慣れましたし実際に僕が目指してた音声コンテンツも有料でも売れるようになったしでこの、ね、ラジオもあのポッドキャストも音声コンテンツじゃないですかだから当初ー、まあ、x がね音声コンテンツ十、ね、何年前にずっと売ってましたけど。 まあ実際僕も音声コンテンツ、喋、うん、れるようになったからこそ、まあ音声だけでもまあなんとかいけるっていうところですね。昔僕音声だけでコンテンツ作れるかって言うと絶対作れないですよ。だからだいぶ成長したからそこは、もうそろそろいいかなっていうところもありますね。うん。だからまあそんなに派手にはやらないですけど、ちょっと広告かけて、だから自動で売り上げが200、300ぐらい上がるボリュームですかね。100、まあ100でもいいんですけど。 それぐらただその今コンサル生が1,000万とか上げてますけどあんまりその1,000万とかの規模を上げちゃうと目立っちゃうのでだから広告予算を大体例えば広告予算を30万ぐらいにして売上として100万だ利益としては70ぐらい残るもしくは広告30万1日1万予算で広告30万かけてで うんなんだろうな。えー、売り上げで200万とか。もしくは、まあ、最悪、広告30万かけて売り上げ50でもいいんですけどね。だから、売り上げ50だったら、あの、30万の広告費に対してたった1人ぐらいにバックエンドを売っていくっていう規模感覚なんですよ。であるならば、まあ、そんなに目立たないかなと思うんですよね。で僕、目立ちたくないんですよ。僕は、その、なんだろうな。なんだ。うん。 情報発信する目的って目立つためじゃないんですよね。有名になるのが目的で、有名になるのが目的だったら、なんかね、あのー、ちょっと違うかもしれないですけど、僕は自由になりたいんですよ。ね。ネットビジネスやってる理由って自由な、自由、もう本、本ちゃんはもう自由なんで、まあ、ヒカキンさんとかが非常にわかりやすいとは思いますけども、ヒカキンさんって自由ですか、今。絶対自由じゃないじゃないですか <laughs>。 お金に困らないですよ、多分。ヒカキンさんは多分もうほとんどお金に困ること絶対ないと思いますけど、自由じゃないですよね。いろんな制限があると思います。有名になりすぎて。いろんな制限が。だから昔ヒカキンさんが言ってたのが、どんな人でも LINE をやり取りするときは、どんな人と LINE やるときするときはもう最新の注意を払って LINE のやり取りするって言ってましたね。まあ、なんかあってスクショ取られて、漏れたら困るからっていう。 だ全部管理されてるというか、まあ、監視されてるうーんこと SN、SNS 時代でもいろんなもうかん管いろいろできちゃうから、ダンサーヒカキンさんはもう全部気にしてるっ,って言ってましたけどね。いや、大変じゃないですか、それ。<laughs> お金あるけども、もうなんかずっと監視されてるみたいな話じゃないですか。僕はそうなりたくないので。 うん、だから、あのー、その広告も出しすぎるとやっぱ目立ってきますからね当たり前のごとく露出してきますから。で売り上げもボリュームが上がれば、まあ、もちろん目立っていくし、うん、だからまああのーまあ、僕の生活水準で言うならば、まあ、本当に100ぐらいあれば十分なんで、うん。てもう、まあ、それ使わないかもしれない100も使わない、まあ、毎月100使うかっつったら使わないじゃないですか。<laughs> <laughs> うん、なんで、まあ,あ、自動化する部分に関しては自動化したとしても、自動でバックエンドを一人二人売るぐらいの自動化ですね。で、あとはまあ、今まで通りハウスリストに対して、まあ、既存のお客さんに対して商品出していくとかね。うん。ん。それぐらいの規模で考えてますね。うん。で、あとはやっぱ僕怠け者なんで、そっちだけでやっちゃうと、本当にあれなんですよね。 多分やらなくなくるんですよマジでだって売り上げ上がってるからうん売り上げ自動で売り上げがもうね500万とか600万上がってますってなっちゃうともうなんか別に無料でやる必要性ないじゃないですかだって広告でもう回しててそこ売り上げ上がってるわけですからメディア作る必要性もなくなっちゃうんですよね、うん、でもなんかいろいろ僕見てきたんですけどやっぱねメディアを持つっていうのは超大事だと僕は思ってるんで。 うん、で、そのメディアを持つこと、メディアパワー、メディア力っていうのはすごく大事で、でもそれを作っていくためには、もうコツコツやっていくしかないんですよ。で、そのコツコツやるための動機がなくなっちゃうとやれないんですよね。そう、うん。だからあんまりそこに頼るっていうのはあんましたくないですよね。でも、もうやったからちょっとそこの収入の一つの柱として、広告経由からの新規流動。 を作っっててもいいかなとは思ってますだからそのうちやると思いますよ。目安としてはやっぱ一般公開3万本ぐらいですよね。エジソンの3倍やったぞと。エジソンは1万回の失敗やったけど、僕3万回の失敗やりましたっていうね。YouTube で3万回失敗したっていう。で、実は僕の,あの最初、最初、本当に一番最初ですよ。一番最初に YouTube やってた時はあの、YouTube の広告収入で30万ぐらい。 稼ぎたいなと思ってたんですよ。うん。要は、いっぱい動画を撮って、一つの動画の単価の、あの、収入は少なかったとしても、めちゃめちゃ動画本数かませば、まあ、なんとかなるかなと思ってたんですよ。でも、今、2万8000本やって分かったことが、まあ、それは無理だなっていうことが分かりました。結局、その、なんか当てないと、その、他の動画は露出されないんですよね。 うん露出されないというかなんだろうなう難しいんですよねまあもちろんその100万本ぐらい取れば分かんないですけどねうんだって今の僕2万8千本ぐらい公開してますけど今のやり方だと あの今のやり方でしょ今のこういうやり方でやってて2万8000本やってて YouTube の広告収益をこう言っていいのか分かんないですけどまあ全然その飯食えないわけですよそんなんで、まあ、当初30万っていう目標があ,りあ,あったんだけどもまあこれ無理だなとうんそうだからあでしかも広告単価も下がってるんですよね昔に比べると だから、広告収入でその30万目指すっていうのは、本数ではちょっと、これ100万本ぐらい取らないとちょっとダメなんじゃないかな、みたいなね。まあ、今の再生数ですよ。今の100以下の再生数で、広告収入30万目指すんだったら <laughs>、100万本ぐらい取んないとちょっと難しいのかな、っていうのはかあ、ありますね。肌感覚として。結局、その回って、動画撮っても全部が回らないんで、 全部が回るんだったらそれはあれなんですけど、回んないんですよね。全部、うん。回るやつは回り、ロングで回るやつありますよ。うん、全然ロングで回ってるやつはあるんだけども。でもそのロングで回ってるって言っても、僕の再生数はたかが知れてるので。うん、だからまあそれはまあ実際にまあやってきて分かったことですね。ああ、こう、これはもう、このやり方でずっとやっても、まあ広告収入でそこを目指すのは難しいなっていう話ですね。うん。 だからなんか一本一円みたいなね、僕はその感覚はあったんですよ。一本一円みたいな。うん、なんか一本百円みたいなね。一ヶ月で一本百円稼いでくれればとかね。まあそういう感覚値はあったんですけど、そもそも、あの、回らないって話ですね。う一本確実に回らないっていう。一本確実に百円取れないっていう話ですね。だこれテストしてみないと分かんないんですけど、ただ、 ね、もう2万8000本ぐらいテストしてるんで、もう、もう,もう分かったというかね、もう、あれだなっていうところですね。だから、まあ、今後はその、なんですかね、うーん、広告も考えてます。ただ、まあ、僕の強みとしては、無料集客でもね、ずっとやってて、本数もいくらでもかませるんで、再生数は少ないですけど。だからまあ、ちょっと、あの、 今までゼロだったけどそれ一かに入れようかなとは思ってますねその広告かけてただそのなんだあこのあ自動で億稼ぐとかね全くないですねそこはそれはまあ再三言ってると思いますけどやっぱやん何もやんなくなっちゃうんでそうなっちゃうとでプラスやっぱここで野尻太郎さんが書いていただいてる通りまあ確かに自由にやっててやってるけどもなんだろうな あそ、遊んでばっかり、じゃあ塾長がね、遊んでばっかりいる動画がアップロードされてて、塾生がやろうっていう気持ちにはやっぱなりづらくないですかな <laughs> 上司がなんかパズドラでサボって遊んでて、部下がやる気出すって結構難しくないですかまあこれイメージで多分わかると思うんですよね。上司が会社サボってパズドラでゲームしている、で、仕事、で、 お前ら仕事頑張れよ、みたいな。で、口だけ言うんですよ。口だけ、お前らなんでやってねえんだよ、みたいな。で、影で上司はパズドラで遊んでる。で、それを部下が見てね。やる気出てくるかって、やる気出てこないじゃないですか。で、僕はまあ中長期、そのビジネスをやっていきたいと思うので、中長期ビジネスをやっていくためには、やっぱりお客さんの結果って絶対必要なんですよね。うん、お客さんの結果、レビューですよね。じゃあお客さんの結果を出してもらうためには、お客さんに行動してもらわないといけないわけじゃないですか。 だけど自分が遊んでたらね、うん、遊んでてやれよって言っても、やっぱ説得感全くないわけじゃないですか。<laughs> じゃあそのお客さんに行動しなかったら結果出ないですよね。うん。だから中長期やっていくためには、あの、なんだろうな、やっぱ結果をこう出してもらうっていうことはもう最、あの、最重要課題なので、やっぱ最終的に僕がまあ、導き出した答えは、本当にコピーもいくらでも書けるし、 口でも何とでも誰でも言えるんですよ、やっぱり。本当に。ね、文章なんかコピーもできるわけじゃないですか。うん。だからそれ有限実行でやっぱ背中見せていくっていうのが、やっぱ結果をこう、行動してもらう上で、やっぱ結構大きな僕大事な要素なんじゃないかなとは思いますね。だから結構ね、りかし僕の熟成さんとかお客さんで、だからね、本当に嬉しいなと思ったのが、74歳でもあの今年売上トータル100万いきましたからね。 今年トライアルコースにね入学してその後アドバンスコースにアップグレードしてでこの前ねあの100万の吉田さん100万の売り上げ上がりましたトータルでっつって74っすよでも背僕の背中見てもくれてもうほに愚直にやってくれたんですよでも僕が多分遊んでてサ,サポートも適当だったら 多分、それは生まれなかったんじゃないかなと思うんですよ。うん。売上は上がっ、売上は上がってるけど、遊び放けてます。サポートも適当です。まあ、ついてくる人いないでしょうね、多分ね。<laughs> だから別に売れるっちゃ売れるんですよ。だってステップメールしっかり書いて、セールスレター書いて、ある程度コンバージョンが高いやつ作ればね、それは売れるっちゃ売れるんだけど、売った後ですよ。そう。うーん。 本当にまあ僕も19年ネット見てますけど、マジでコピーはいくらでもそのパクれるし、パクもはやパクり合いだし、コピーメッセージなんかマジでパクり合いですからね。で、その誰が言うのかもその台本ですよね。言うセリフも19年大した変わってないわけですよ。お金系は。で、誰が言っても同じようなこと言えるわけですよ。 だから唯一本当に差別化できるのって本当にその人が泥臭いことやってんのかっていうところがあの差別唯一の参入消費が非常に高くて差別化できるところだなと僕は思うそうだブログもねそうも徹底して僕は更新し,し,してますけどもこれ3年以上今更新してて4年5年6年7年8年9年っていうふうに更新していけばね圧倒的な参入消費も高いし やれる、真似できる人そこはいないだろうし、行動を真似できる人って少ないんですよ。ノウハウはテク、ノウハウ、ノウハウテクニック、コピーライティングはいくらでもパクれる、パクられるんだけども、行動をパクる人はまあまあいないですね。どうですか、2万8000本の動画を撮って行動をパクろうとする人います絶対いないですよ。いない。<laughs> いないですね、多分ね。うーん まあ僕はね、せっかく、まあ一応、情報商材完全バイブルっていう本も出して、その時腹くくったってもあるんですけども、やっぱどうせやるからには、ドリームアカデミアってやっぱすごいよねっていう風なものにしたいですよね。やっぱコンテンツビジネス学ぶんだったらドリームアカデミアっていう風にしたいですよね。しかもそれが口コミで広がっていく。 僕が宣伝しなくても「あのドリアカの吉永さんすごいですよ」っていう風に勝手に広まるぐらいにしたいですよね。勝手に僕を宣伝してくれる人が増えていくっていうぐらいにやっぱしたいのでそ,うそ,うそれをするためにはやっぱ僕がやっ,ぱやっていかないといけないですから。うん、そうなんだろう僕はねなんか思うんですよねほんと心から思うことが でやっぱ僕はその情報ビジネスコンテンツビジネスで人生変わって救われたんで、うん、これに出会ってなかったらね、うん、今みたいな人生送ってないですし、うん、だ伝えていきたいですよね本当にいいラーメン食ったら伝えたいじゃないですかどうですか本当にいいラーメン食ったらここのラーメン屋美味しかったよって伝えたいのって人間の心理じゃないですか いや吉田さん僕は美味しいお店見つけたけど誰にも教えたくないし僕だけ独り占めにしたいですっていう人もいるかもしれないですけど <laughs> まあまあ普通の人間だったらなんか美味し,美味しいもん食ったりとか面白い映画見たらめっちゃあの映画面白かったよとか言いたくないですかシェアしたくないですかで僕は本当にまあ情報ビジネス本当にリスクなく始められるしコンテンツビジネスって本当にいいなと思ってるんでうん こんなビジネスないと思いますよ。あらりほぼ100%だし、絶対頭痛いと思いますけどね。<laughs> 本当に心から思います。いろいろ見てきたけど、マジでいろいろ見てきたけど、リスクなく、う,んこう始められてあらりが高い。 在庫も持たない。だ堀江さんの昔儲かる4原則ってありましたけど、初期費用がほぼかからない、在庫リスクがほぼない、あらりが高い、あとはサブスクができるっていうね、これ必ず儲かる4つの、えー、必ず儲かる4つのなんとか原則みたいなね、何十,十何年前それが結構なんか出てましたけど、もう本当にそれコンテンツビジネスに当てはまるんで、うん。だからなんかね、 あの、一人でネットで稼いでいくってことだったら、コンテンツビジネスマスターするっていうのが、僕はおすすめですね。本当に。心から。うん。だけど、まあ、いろいろとね、覚えることだったりとか、まあ、大変なことはありますけども、まあ、覚えてしまえば、やることはもう、そんなに難しいくないですからね。だって、複雑じゃないので。なんか、例えば、投資とか、FX とか投資だったら、世界の、 為替の状態、世界の経済状況っていうのはあ見ていかないといけないじゃないですか。結構でかいですよね、規模感覚が。うーん。なんかコンテンツビジネスって本当にシンプルですからね、マジで。まあ、しまあまあ、ドリアカでもずっと言ってますけど、集客教育販売、もうこれだけなんで、集客教育販売ですね。集客教育販売。集客教育販売。もうこれだけです。 これのみです。で、これを徹底して深く学んでいくって話なんですよ。集客、教育、販売を徹底して深く学んでスキルをつけていく。ただそれだけなんですよ。で集客と教育と販売がしっかりできれば売れないっこと絶対ないので。絶対ないです。言い切ります、これは。でもそれが売れてないんだったら深く学んで深くできてないっていうだけの話なんで。う 集客もちゃんとできてます。教育もちゃんとできてます。販売もしっかりできてます。売れないってことはまずありえないですね。うん。そう。うん、だってそのね、74歳の方も売ってますからね。そう。もう大丈夫かなと思いましたさすがにえ。動画もね、やったことなかったからただただしい。ま、今だ、未だにちょっと正しい部分ありますけども。 それでもやっぱお客さんとの関係性を構築してしっかりとセールスして売ってますから。うんう。はい。な感じですかね。だからまあ、いろいろ見てきていろいろやってきて思うことが、やっぱ背中を見せるっていうのは大事だなっていうのは、やっぱ、これね、キングコム西野さんも言ってたような気がしますよねな。なんか、なんかで言ってたような気がします。なんかそのリーダーがやっぱ背中見せないとダメだよみたいな話で。 だって、ま、想像でイメージできるじゃないですか。ね、その、上司がね、パスドラでサボ仕事サボってて、そこについていこうと思うやついるかっていうと、なかなかいなくないですか。<laughs> これはイメージできると思うんですよね。で、なんか仕事だけお前らやっとけよ、みたいな。なんでやってねえんだよって、切れて、口だけでは言うんですよ。お前らやれよ、みたいな。なんで結果出してこねえんだよと、ふざけんなと。まあ、結果出すまで、か、あの、仕事しろ、みたいに言ってんだけど、自分はパスドラで遊んでるわけですよ。 もう絶対ついていきたくないですよね <laughs>。なんか僕、僕はですよ。まあ、体育会系もあるっちゃあるかもしれないですけど、なんか、あの、いつもなんか上司朝早く来て、なんか、なんかそう、掃除もして、なんかトイレ掃除もしてて、なんか、うん、頑張らないといけないな、みたいな <laughs>。そう。なんかまあそういう人だったらついていこうと思うじゃないですか、多分。うん まあそれは人間のなんか心理というか、その、そういうとこあると思うんですよね。うん、でもほんとね、ネットはマジで、あれですからね、コピペもできるし、真似もいくらでもできるし、マーケティングもいくらでも真似できるし、ステップメールも真似できるし、セールスレターも真似できるし、何でも真似できちゃうパクれるんですよ。うん。パクり合いですから。だけど唯一パクれないものは行動であると。 <laughs> これは僕が行き着いた答えですね。行動はパクロードするやついねえって話ですね。うんうん、はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、そんな感じですかね。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。